セイ理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けします日本語をもっと掘り下げて勉強したい方へ私のウェブサイトにはテーマに関する単語会話の話題振り仮名付きのトランスクリプト写真や字幕付きのビデオポッドキャストがあります 詳しいことは、生理生ドッ .com で。それでは、始まり、始まり。あ、今日のゲストは、もしもし、ゆうすけさんです。ゆうすけさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ゆうすけさんは、今年、何月でしたっけあの、サラリーマンから、日本語教師になりましたね。はい。2024年の4月から、かな。ああ。から、うん、今、オンラインで、 日本語を教えているんですね。うん、そうですね、はい。うんうんうん、えー、何年ぐらい会社員をやられてたんですかえー、一社じゃないですけど、えー、全部合計すると、25年ぐらいおお、結構計画してオンライン日本語教師になりたかったんですかそれとももう25年やってやりたいことやろうと思って日本語教師になったんですかどういうきっかけでうん まあ、あんまり深く考えずに、うん、単純にやりたかったからですね。うん、あとはまあ仕事をする場所を変えたいと思ったからうん,、えー、うん。えっと今までは会社に出勤していったから、うん、そういう物理的な問題ですか、まああそれもあるし、はい、一つのところで働くとはい。 なんて言うのかなあの、自動的に評価が上がってしまうんですよね。日本の会社の場合は。長く勤務してる人が偉いみたいな。はい。実際に高く評価されるべきでない人間も高く評価される場合があるんですよ。はい。で、それって自分自身を見失う可能性があるんで、あんまり同じところに長くいると勘違いする可能性があるんですよ。 自分が偉くなったような気分になったり。うん、なので、うん、働く場所を変えるっていうのは、うん、自分自身を見つめ直すいい機会になるかなと思うんですよね。うん、なんか、うん、あの、人も物も同じだけど、場所が変わると価値が変わるじゃないですか。まあそうですね。うん、人間もそうだし、物もそうだし。うん、だから、働く場所を変えたときに、 自分がどう評価されるかっていうのをシンプルに知りたかったっていうのも理由の一つかな。うんその会社員生活が長くてそういう全然経験したことがないところに行くのは結構怖くなかったですかうーん、まあでも楽しみの方が大きいかなとは思いますよね。うん、なんか新しいことをやる っていうことに対して、怖いっていう感情を持ったらもう絶対できないから、うん、怖いっていう感情は、あまりなかったかな。まあもちろん不安はありますけどね。うん、あとはまあ、ただ単純にやりたかったというのもあるんですけど、まあ複数の収入源があった方が、これからの時代はいいのかなっていう気持ちも、 ありましたよね。なんか、会社員だけの収入に依存するというよりも、まあ今すごく不透明な時代なんで、ね、すごく、あのー、物価が上がったり、1ドルがすごい金額になってたりするじゃないですか。まあ160円だったのが、まあ153円とか2円とか、まあ今。ね、急にこう、うん 上下するし、なんか不安定な時代だから、収入源をいくつか持つっていうのは、うん、うん、いいのかな。安全、そっちの方が安全なのかなっていう気持ちもありましたよね。なんか、最近ではポートフォリオを構築するみたいな言い方をしますけど、まあそんな感じかなと思いますね。 なるほど。今、はい、えっと、4月からだから、えっと、数ヶ月経ちましたね。えっと、はい。今、うんうん。ど、どうですか数ヶ月、えっと、日本語教師としてやってみて。ああ、えっと、うん、まあ、すごくシンプルに楽しいですけど。ああ、よかったです。うんうん、うん。ただまあ、自分が楽しむというよりも、うん、生徒、レッスンに来てくれる人に楽しんでもらいたいっていう気持ちが多いですね。うんうん、で、今は、 まだこれを始めて数ヶ月なんで、えっと、まあ、生徒は徐々に増えてますけど、まだそんなに多くないですね。収入面で、まだまだ不安定なんで、今は別の仕事もやってるんですよ。あ、そうなんですね。そう、なので、それが理由で、レッスン時間を増やせないっていう問題があって、うん、ああ。レッスン時間を増やせないから、 生徒が増えにくいみたいなジレンマの中にいるんですね、実は。なるほど。じゃあ、平日月曜日から金曜日までが、うんえー、他の仕事で土日とかに日本語を教えてるんですか今はそうですね。ただ将来的にはもっと増やさないといけないんですけど、うん、今は空いた時間にやってるっていうのが正直なところですね。まあ、ただその、 うんまあ生徒がもっともっと増えてくれば、うんうん、まあそれは変わってくるし、うん、まあそういう問題はまあ、時間が解決するとは思ってますけどね。いずれ解決するとは思ってます。なるほど。私のポッドキャストや YouTube を見てくれている人で、あの、何ですかね、変化が欲しいけど、変化をしたいけど、あの、 やっぱり勇気がないとか、まあそういう人もいると思うので、うん、なんかその人たちに向けて何か一言があれば <laughs> お願いします。変化が欲しい。まあ、どう、ねまあ、ゆうすけさんのようにその場所を変えたかったって言ってましたよね。で、それに、<ー>うん、なんか一歩が踏み出せない方もいると思うんですけど、うん、うんうん 何か書ける言葉がありますかそれとも。まあ、たくさん努力すればいいと思いますよ。たくさん勉強するとか。えうんうん、どういうふうに変化させたいかによるんですよね。うんまあ、シンプルに、その、日本に来て日本で生活したいっていうんであれば、それに必要な知識を身につけるのが一番大切だし、不安っていうのはおそらく、 うん、文化的な問題とか、言語的な問題があると思うんですけど、不安を払拭するには、たくさんの知識を入れるしかないんですよね。うんあ。知識と経験もいるかな。うん。ただ、経験に関しては日本に来ないとできないことなんで、経験っていうのは、やり始めてしまえば自動的に蓄積されるものだと思うんで、うんうん、問題は、事前にどれだけ知識を入れるか、だと思うんで、うんうん まあ、たくさん知識を入れて日本に来ればいいんじゃないかなと思います。まあ、日本に来たいと思うんだったらね。<laughs> まあ、それは今、日本に来たいという前提で話していただきましたけど、まあ、それは他のことにも使えるのかなと思います。うん、はい。ありがとうございましたいえいえ。はい。お疲れ様でした。今回、もしもし、すけさんと話してみて、えっと、私が少し伝えきれなかったことがあるので、 えー、ここで、えー、補足させてください。会話の中で、もしもしさんは、えー、知識を身につけるのが大切だと言いました。私もそれに賛成します。でも、やっぱり経験も大切だと思いますね。で、あの、経験をしなくて、知識だけだと、うなん、何ですかね。実際に、えー、私がそうなんですけど、 まあ、運転免許を持っているけど、まあ、運転ができない人、みたいな <laughs> 感じになってしまうので、もし日本で生活して、えー、日本語を上達させたいのであれば、まあ、日本語に関する知識や、日本に関する知識も大切だと思うんですけど、それと同時に、まあ、運が良ければ日本に行ける人もいると思いますし、もし、まあ、そうでなければ、 えっと、日本人の人と話してみるとか、日本人の先生のレッスンを取ってみるとか、まあ、そういう話す経験、実際に人と交流する経験っていうのも、えー、すごく大事かなと思います。その知識と経験が自分の自信につながると思うので、何かやってみたり勉強したりするのがいいんじゃないかなと思います。まあ、実際にこのポッドキャストを聞いてくれている人は、日本語をたくさん聞いてくれていると思うので、 うん、話すのに自信がない人は、うん、あとは話すだけですね。<laughs> 頑張りましょう。はい。じゃあ、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回ももしもしさんとの会話エピソードです。お楽しみに。バイバイ。